え、待って、いつから梅雨明けしたんマジで。でさ、もうこんなに梅雨に意気込んだ年ないでっていうぐらいもう準備できてたのに、なんで梅雨コーデまで取ったで、どないする、もう雨降れへんの。いやもうさ、ここまで来たらさ来いよ。どうも、トネちゃんです。今日はですね、 What's in my bag やっていきたいなと思います。いやはや、もうカバンの中身系 YouTuber としてはや3年4年ぐらいやってまいりましたが、今年もね、皆様に私のカバンの中身をお見せしたいなと思います。それでは最後まで見ていて、おぶなまし。ちょっと待って、てかさ、私もさ、あの A クラ7様角度でやりたいんやけど、ちょっとこれじゃ近すぎるよね。え、どうどう、え、こんにちは。ちょっとこんな感じというか、なんかこんな生活感ある感じではなかったけど、まあまあ、まあ、これで今日はちょっとやっていこうか。ということで、私が最近よく使ってるカバンがこちらです。これはこの間の購入品でご紹介したカスタネで買ったものでございます。これと最近ね、もう一つよく使ってるカバンがこれ、ニコアンドで買ったやつです。これめっちゃ可愛くない？しかもね、なんか意外と結構入るんよ。これはね、割となんかデニムコーデとかしてる時によく持ってるかも。まあ余談でしたが、お気に入りでございます。まあまあ、ちょこちょこ新しい新しく変わったものもあるから、新鮮な気持ちで皆さんにも見ていただきたいなと思っております。てかちょっとさ、クーラーの音入るかな、だからクーラー切ったんやけど、あっついわ。じゃあまず一つ目はですね、こちら、ハンカチーフ。結構ハンカチ持ってるとさ、あーめっちゃ女子って言われることあるんやけど、ないか。もうね、もう何年もトイレのウィーンがないから、やっぱハンカチはいるよ。もうあとね、私はすんごい汗っかきやから、もう特に今年のやつとかもう顔に汗かくわけ。結構これでね、ちょんちょこちょんちょんちょこちょんとするためにね、もうハンカチは絶対いります。あつ森の一番くじゲットしたこのラコスケハンカチを入れております。かわいいね。次、こちら、これもう毎回持ち歩いてるわけじゃないんですけど、おメガネちゃんでございます。これはね、ゾフと確か村田凛子ちゃんのコラボのメガネですね。3年ぐらい前に買ったやつです。まあ私にとってのサングラスみたいな感じです。ほんまにずっとさ、なんかもう日光とか浴びてると、もう目がシパ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 してくる時があるから、これをねしっかりつけてケアしておるわけでございます。ではお次、これも必需品ですね、日傘。ちなみに日傘今年買い替えました。私はこれプラザで買ったんですけど、結構ゾータウンとかでも売ってるやつでございます。これね、いいのよ。結構軽いし、しかもコンパクトで、今年はね、中が黒いものを買おうと思って、はい、こんな感じでございますね。このなんかベージュとさ、アイボリーのカラーも可愛くない？これが今年の決め手でございました。でさ、あの世界で一番さ、折りたたみ傘を畳むのが下手くそっていう自信があるぐらい、本当に折りたたみ傘を畳むのが苦手です。この間、牛乳に折りたたみ傘の畳み方が汚いと、とても怒られました。誰か折りたたみ傘の綺麗な畳み方を教えてください。よろしくお願いいたします。次、こちらです。ミニ扇風機ですね。ポケファンって書いてるわ。どこで買ったやろ、多分これもらったよね。2019年製って書いてる。だからなんかすごい、髪の毛みたいな引っかかって変な音する。大丈夫これ。あのほんまはさ、私あのフランフランのやつが欲しいんよ。あのみんながよく持ってるやつね。だけどまあこれあるから、しかもこれちっちゃいから良くない？マジでなんか年々新陳代謝すぎて、周りの人よりも汗かいてる気するね。だからちょっとでもなんかこそっとこうやってやろうと思って、持ち歩いてなかったんやけど今まで。それぐらい本当にもう夏はもう嫌です。次、もうこれは毎回ですね、エコバッグ。最近はこのアンビデックスのやつをずっと使ってます。色もシンプルやし、あとね、何よりも薄いから気に入ってます。私エコバッグであんまり好きじゃないのが、この日傘パターンになってるやつ、このバラバラになってるやつがあんまり好きじゃないけど、袋自体にこのポケットが付いてるっていうエコバッグがすごい好きで、何回でこれをね毎回持ち歩いております。お次、あ、これちょみんなにおすすめしたい。こちら、フジコのクシなんやけど、めちゃくちゃ良くて、見て、ここにアホ毛をこう押さえるノリみたいなのがついてるの、ついてるのついてるの。こうやってほんまに解くだけで、物ごっつアホ毛ちゃんが抑えられるんよ。私さ、ブリーチしてるから、もうね、ほんまにアホ毛がぴょんぴょこぴょんぴょこ立ってくるわけですよ。そういう時にね、めちゃくちゃこうサッサッサーってやってるだけでほんとまとまるので、これおすすめ。ほんま夕方ぐらいになったらもうどん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 ぴょんぴょこ祭りになってくるから、これはね結構持ち歩いてることが多いです。あと前髪巻きすぎた時とか、こうやってやると意外とね、いい感じにね、この束感ができるんですよ。オイルとかで束感つくのって意外と難しいやん。つけすぎること多いけど、これね、解くだけですごい束かんでるし、ちょっとこうしっとりするから、おすすめマジで。次は財布。最近はこのチャールズ&キースのお財布を使ってるんですけど、これさ、めちゃんこ可愛いやん。だけどさ、ものすごいさ、使い勝手が悪くて、そもそもお札入るところが結構狭いから、もうね、ぴったりって感じなんよ。こうね、小銭取るときもここを持って
って開いてこう、もうこうやってやらないと小銭取られへんから。いや可愛いよ、めちゃくちゃ可愛いからさ、もうすごいなんか気に入って使ってはいるんですけど、ちょっとね出しにくいっていうのがね難点でございますね。まあいいのが見つかるまではこの子を使いたいなと思います。次、これも毎回おなじみ、はい、 AirPods Pro でございます。可愛いマキさんがついております。もう AirPods はほんまに持ち歩いてなかったらマジ家取りに帰るレベルで絶対いります。はい、そして家の鍵です。最近はこのジャルジャルのキーホルダーと乙骨ゆうたくんをつけております。この乙骨くんのさやつ、ここに鈴ついてるから、もう絶対家の鍵はこれ鈴が鳴るから、乙骨くんをつけることによってね、ここに鍵があるよってわかるから、よく鍵なくす子みんな鈴をつけな。そして最後ポーチです。最近持ち歩いてるポーチはこの2つです。こっちが私が作ったポーチで、これはねあのマルニの財布入ってた巾着です。なんか可愛いなと思って、あの今更出してきて使っております。こっちはリップとかお直しのものが入ってます。基本的にあのちっちゃいカバンでもこの巾着は持ち歩いてる。まず最近のお直しがこのノーセバムミネラルパクトの方ね。これもう2代目いきました。こんな感じでポンポコポンポコするやつでございます。ファンの子にもらった鏡、マエティアの目薬、そしてリップですね。リップはこのディオールのやつと、あと今日つけてるロム&のぬかだみや、まあ、リップに関してはねあのメイクによっていつも変えておりますから、だいたいこいつをこのマルニの巾着に入れております。こっちですね、これはもうなんか夏必需品のもの、まあ、こういう汗拭きシートが入ってます。このサラサラパウダーボディシート、もうマジでこいつはいるから今も汗かいてるから拭いとくわ。なんでこんな家ん中おるのにこんな汗かいとかなあかんねんな、まあ、夏の撮影は地獄やなほんま。このサラサラパウダーシートとか、まあ、ティッシュ、あとは、ウェッティですね。これもいるだろ。で、まあ、こういう消毒液が入ったりとか、でこれはジョンマスターのボディミルクですね。これカミソリコータがついてきました。最近さ、なんか手がね、ボロボロなんですよ。なんかわからんけど。だから、ちょっとハンドクリームは持ち歩くのめんどくさいので、こいつを持ち歩いてます。で、これもユイのよ、これも、これフィアンセの、リフレッシュアイスミスト、ピュアシャンプーの香り。って体と髪の毛いけるんですけど、もうフィアンセさマジでめちゃくちゃいい匂いで、しかもこれちょっとねほんのりミントな感じが入ってるからこうねスカッとするんですよ。ほんまになんかやっぱ香水とかって結構好き嫌いな匂いがあるからなんか持ち歩きにくいけど、これマジで多分嫌いな人おらんと思う。これ振ってる時マジでみんなにいい匂いって言われるから。でまあこういうねちょっと大きい系のやつはこのポーチに入れているというわけでございます。こういうバッグ使う時はさちょっと入れちゃうと邪魔やん、だから絶対入れてるのはこっちの巾着でございます。あとそうや、携帯ね、はい、携帯ですね。最近はこのビームスでもらったシールとジャルジャルのシールを入れております。はい、ということで私のカバンの中身こんな感じです。まあ毎年毎年やってるから備えにねものすごい変わってるわけじゃないけど、でも今年は日傘変わってる、こういうなんか新しいアイテムも入ってるからさ、どうやった？もう本当に最近暑いからもう熱中症対策をして元気に猛暑を乗り越えていきましょうね。はい、ということで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。